どうも、新宿アボイ金清です。伊沢です。新宿アボイの中年の市長でございます。ありがとうございます。金清さんってやっぱ切れるタイプですか？何ですか？人前で、人前でぶち切れるタイプ。ほらーって、ほらーな、ど、例えばどういうことで、そんな早くせよ、いつまで待たしとんねみたいな、つまで待たしとんねみたいな、なんだ、例えば何。いや、だからそれは前も言ったかもわかんないけど、牛丼屋で、梅雨抜きって言ったのに、もう思い切り梅雨だくでやってきて、はい、梅雨抜きですって出された時はちょっと言いましたよ、店員さんに。これ梅雨抜き、梅雨入っとるやんけ。いや、あの、いや、ちょっと店員さんと、これもう完全な梅雨だくですよねっていう、冷静な感じでね。でも梅雨、いや、梅雨抜きです。いや、これ梅雨抜きだったら梅雨だくってどうなるんですかっていうのは、かたくなに梅雨抜きだって言うから、いや別にね、あの、すいません間違えましたでいいじゃないですか。もう明らかにこれは梅雨だくなのに梅雨抜きですって堂々と出してくること自体が、私はいかがかなっていうことは言いましたね昔。はい、ありがとうございます。そういうのはありますけど、私ね、はい、久しぶりに人前で切れてるおじさん見まして、何で切れてたんですか？めちゃくちゃぶち切れてて、緑の窓口並んでたの俺、ちょっともらったチケットをね、こう乗車変更、なるほどね、並んでてさ、行ったら4人ぐらいちょっと並んでて、で窓口2つあって、まあこのぐらいなら10分ぐらいで終わるかなと思ってたのよ、そしたらさ、一つの窓口のね、まあ老夫婦なのかな、全然動かないわけ。で、まあ、もう一個のがあるから、もう一個の方はまあちょっと動くんだけど、はい、そこもさ、俺の前の3人前に3人ぐらいおじさんがいてさ、すごいいっぱい切符買い出したの、もうトータルでもう十何万ぐらいの。へえ、なんかあれかね、いろんな人の分、そうそう、いろんな人の分買って、 ね、で、そこでもそこがやり取りしてるの15分ぐらい使ってたの、で片方が30分、で片方15分ぐらいやっててね、全然進まねえなと思ってた、そしたらまあ俺の後ろにまあおじさんが並んでてさ、でまあそっちの大量切符、購入切符の方がはけて、1個行きます、でその行った人もまあやり取りする、まあ、2、3分で終わる、で行く、なんてやってたらガンガンもう並んできたわけ、ね、で俺のもう前の、俺はあと前の人が行けば俺の番、で回ってやり取りしてたら、俺の後ろに並んでるもう俺よりも後に並んでんだけど、結局もう30分ぐらい並んでる、おじさんがでっかい咳払いしだして、ピクッてなる窓口やってる人もピクッとなるし、その老夫婦もピクッとして、俺もピクッとして、やばい人かなって、ちょっと極力離れるようにして、そう、こうしたらまあ行って、で、俺の前の人が行きました、で、まあやる、で、私来ました、で、私も、まあ、3、4分ぐらいやりました、終わって、おじさんの分ね、その後ろに並んでる咳払い親父の番になった、そしたら、その老夫婦、30分ぐらいやってる老夫婦に、いつまでやってんだこの野郎ってぶち切れて、あ、もうだって自分は受付できる、自分の番になってんだけど、なってんのに、ぶち切れ出して、へえ、で、その受付をやってる緑の窓口の、窓口のね、駅員さんにも、あんたもあんただよ、いつまで構ってんだこんなのねっつって、ぶち切れ出して、相当イライラが募ってたんですねどうぞ老夫婦の人とびっくりしてびっくりしてたと思うよ、すいませんみたいなこと言ってたけど、いや老夫婦の人も老夫婦だと思うんだよね、なんでそんなかかんのって俺も正直思ったわけ、まあね、何をやってたんかね、何をやってたんだろうっていう、そんなもん切符買うの下調べしていきゃさ、まあ長くても10分ぐらい、30分もやってさ、で店員さんが後ろ受付なんかいろいろ調べたりとか、怖っと思ってさ、いや、よくそんなテンションで人前でぶち切られる、俺より後に並んでる人、あんたより長く並んでる人が切れてないのに、
よくキレられるなと思った。すごかったよ。まあまあ確かに、まあ30分もね、でもめっちゃ並んでた。確かに、うん、並ぶよね。そんなにめっちゃ並んでて、もうそこのそのね、関原弥生が無事入れた瞬間にとってもない空気になってた。でも俺終わってるからちょっと帰りゃいいんだけど、うん、どうなんだろうと思って。ちょっと見て、ちょっと端の方行って、ちょっと切符をもう何回も見直して、うん、もうどうだろうっつって、どうなのかなと思って見てたんです。本当にもうマックスで切れてる人すっげえ久しぶりに見てさ、いやもう何なんだと思ったんだろうね。だ多分関原弥生もさ、券売機で買えばいいじゃんって。ああ確かに、切符買ってた。確かに、ね、俺そのできないやつを俺は並んでるから。そうそうそう、うん、なるほどね、はいはい、そう、基本的にできない人を窓口並べばいいじゃんって俺が思うわけ、うん、はい、そのスイカを払い戻すとか、ね、窓口じゃないとできない人が並んでたの、うん、で切符買う人はさ単純に、券売機使ってくださいよ、そういうルールにすりゃ俺はいいのかなと思ったら、うん、その、うん、切れてる親父もまあなんとなくまあ理由はわかるよ、こんな待たせんじゃねえよって、うん、でも券売機で買えばいいじゃんっていう気持ちもあるし、その老夫婦に対しても俺はやりすぎだろって正直思ってる、うんうん、それこそそれ別にね、新幹線で買って後の行動はなんかそのパスモかなんかでやりゃいいじゃんって俺は思っちゃうんだけど、うん、はいはいはい、ね、あれやってたらやっぱ窓口の人も大変だなと思う。あれは大変だよね、うん、それはね、うん、基本的にみんななんてんで窓口行きたがんのって思っちゃうんだよ。あ、まあね、券売機でできるやつは券売機ですりゃいいんですよ、買えるからね、うん、まあやっぱり心配なんでしょう、券売機だとね。で中にもいたよ、やっぱ並んでたけどこれラチャーかねなと思って券売機行って券売機で買う人もいたし、でカードでも買えるしね、券売機で買えるし、うん、いやびっくりしちゃった。ワクワクもしてた。いや今日どうなんだよって。それこそ今日上野からバス乗ってね、東海来る時にさ、なんかまあまあ似たような状況があってさ、で途中のバス停でおばちゃん2人かな、あ、3人か乗ってきて、1人のおばちゃんはなんかもうピッてやって、お金がパッて入れてすぐ座ったんだけど、3人組だろうね、そのおばちゃん。そしたら後の2人が回数券を買おうとして、もたもたするわけや、うん、でもさ途中からなんかやってるなと思ったんだけど、運転手さんがあれ現金でお支払いするって言ってましたよねとかなんか言ってて、だもう1000円入れちゃったのかな、よくわかんないんだけど、お金入れるとこ入れちゃったのかなんだが、で2人のおばちゃんがもうで今回乗る分はなんかもう勝手にピッてしたら100円パンって入れた、いやいやこの100円今何ですかみたいな、なんでこの100円入れるんですか、今ピッてやりましたよね、なんで100円入れたんですかとかって、でもう1人のおばちゃんもなんかもう、私は券売額を買いたく、回数券を買いたくてつって、だ回数券入れたのになんで今200円入れたんですかとか、なんかもうごっちゃごちゃで、そのおばちゃんもパニックで、おばちゃんまあまあ60代ぐらいだと、なんかもう勝手にパニックってて、順調よく今日これ今乗る分100円なりをピッで回数券くださいっていいのに、すぐまあ1000円なのかな、わかんないけど買えばよかったのに、パニックってんだけど、そのおばちゃんの2人はそのもう一人のおばちゃんも席に座ってて、もうそのおばちゃん後ろ振り向いて、もうこの人よく分かってないわみたいな顔してんの、運転手さんがよく分かってない、はいはい、でも、ね、俺も途中から見たけど、いやこのおばちゃんたちのがよく分かってないだろうと思って、当初は何か200円入れたりピッてしたりなんかいろいろやってんなと思ったから、んでもう1個のテレビで5分ぐらいさ立ち止まって、もそんな大きい場所ないから、もうバスの中が早く知らない、もう何やってんのこの人っていうで、横にいたおじさんのピンポン譲りが始まって、もうクワーってなって、もうみんなパッて見たら、俺もう早く食ないかなと思ってこうやって言ったら、俺なんかみんな腕組んでてさ、みんなもう横のおじさんも組んでるし、この後ろの席の人もみんな何やってんのこれみたいな、なんでわーっつってとりあえず席おばちゃんたち座って、ああやっとだと思ったら、お一方の方は結局払ってないですよねみたいな、
今乗る分は払ってないですよね、うん、その買った件あの回数券1枚入れてくださいみたいなんで、うん、はぁってなったら今度そのもう一人いたおばちゃんが、うん、結局100円多く入れちゃったから、うん、回数券かなんかで払い戻しみたいなのしてもらって、うん、だらこれ使ってくださいってデイさんに言われてて、うん、だそのおばちゃんが行こうとしたらその100円分だけもらったおばちゃんが、うん、ああこれ私使わないからもう私も使いなさい、いやいやいいわいいわ、いやいやもう私払うから、いやいやもう私使わないから、でもそのやり取りが始まっちゃって、そしたらさすがに貧乏ゆすりしてるおじさんがその緑の窓口の方みたいな怒り方しないけど、はい、何でもいいから早くお前入れろよと、何でもいいだろ後でやりなさい、そういうのはちんたらちんたらいつまでやってんだよ、だってもうあやっと出発するなと思ったら、またなんかおばちゃんの譲り合いが始まっちゃって、もうでももうおばちゃんたちはもう何なのねみたいな、よくわかんないわねみたいな、分かってないわねみたいな感じでいるんだけど、でそのおじさんの横にそのもたもたしたおばちゃんがいて、はいはい、みんなね用事あるんだからいろいろ頼むよ、何やってんだよみたいな、もうボソボソちょっと、はいはい、おばちゃんもおばちゃんで、はい、お互い目は合わせないけど、いや私だってちゃんとやってんだよ、一言ずつ、お互い一言ずつちょっとバトル始まった。僕はその後すぐもう降りちゃったからあれだけど、あれはびっくりした、これ何やってんだろうっていう、だからその緑の窓口のおじさんもそこにいたから、もう同じことをぶち切れてると思うよ、いつまでやってんだろうなら、ね、みたいな、みんな待ってたろお前、だからもうおばちゃんがパニクっちゃって、何かしらむやみやたらにお金入れたりピッピしたり、なんか何やってんのみたいな、そのたんびにお金戻したりして、運転手さんも「いや なんで今入れたんですか、わけわかんないでしょそんなことやったら」っつって、またなんか機械から出して「これ 100円どんどんね」って、しまいには今回乗る分払ってないっていう、なかなかだと、ああもう本当にね大変ですよ、そんなこと大変、もうだっていつも5分ぐらいで行くのよ、目的地までね、トヨタの方でね、いや10分そうよ、そうでしょ5分も外す、いやいやほんと13、4分かかったの、いつも倍以上かかってる、そうそう、そのやり取りあるから、やり取りがあって、いやこれだったらもう途中が、いやどうしようかな、俺は歩いた方がいいんじゃないか、歩いた方がいいじゃないかって思ったけど、それはそれでな、お金払っちゃったしな、もうなんか話なんか終わりそうだしなって、でもそこから全然終わらなかったんだけど、いやそれはまあちょっとおばちゃんの方があれかな、なんか知らんけど同時に今回バス乗る分回数券を買いたいでパニクっちゃって、ほんまね、ほんとにわからないよな、ああなると回数券の譲り合いの時はちょっとびっくりした、いやそれは、ね、まだ終わんないかと思ったそれはさすがにおじさんもそれ勇気あるおじさんだよね、後でやれよ、そんなの、それはそうだよな、ちんたらちんたら何やってんのさっきからって、用事あるからね、バス乗ってるから、うん、あれはね、いいよね、みんな腕組めたもんな、まあね、まあね、まあいろいろありますよ、まあ、まあね、生きてるやん、まあその怒る気持ちも分からんでもないしね、でもあんな声荒げるかねっていうのもあるしね、そうそうそう、窓口で何を30分使ってんだって、うん、まあ確かにね、あ全部が不思議な ねあれでしたね、いやいや、ありがとうございました。